一番最初は謎々仮面主催のクイズ大会ですね。はい、謎々やっていきましょう。キワキでも髪の毛を焼いてできる木はなんだ。何それ、え、どういうこと。髪の毛を焼いてできる木はなんだ。謎々ですよ皆さん。難しそうですねこちらは。あ、はい、こより毛焼き。おお、やー、はい、小寄さん1ポイント。やだー、1ポイントでーす。イタチが2匹見つかるのは何日？イタチ。はい、あ、くそ、早い。おいちゃん、イタチ。正解。ズドだな。ズドン。やばい、やばい。ダメ。ね。じゃあ続いていきます。ででん。ふるさとに帰っちゃう花ってなんだ。お、こやちゃん。またもこよ。ズナー、帰郷です。うわー、あれ、大丈夫ですか皆さん。くっそー、やばい。ズナーすぎたかな。今、こより3ポイント、ペコラ先輩0ポイント、ゼロやべー、ゾワ先輩が1ポイントになっております。やばい。買えない本ってなーに。羽根なし。はい、お、はい、はい、ペコラ先輩見本。おお、え、違うの。え、正解かと思ったの。あれ、あ、え、分かっちゃったけど、これ4ポイントになっちゃう。いいね、いいね。占いの本。うわ、正解。すごい。いい人って何を一番大切にする。漢字一文字で。はい、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 心。なんで。答えそうだけど間違えました。はいはいはい、はい、あ、いきます、はい、夫。なんだって。いけ、とはいけ、家族で行って、オッケー、いけ、いけ、これ大丈夫、大丈夫。天座。お前の人の字なんですよね。お、ペコちゃん、炎。違いますね。え、なんで。炎。はい、確かに炎。書けんのかね。量、量です、量。違いますね。まあ、こやちゃん分かっちゃってるよね。え、なんで言ったの。何言って、何言って。すっきりして差し上げましょう。はい、食です。なんで。正解。はい、なんでかと言いますと、漢字をいい人にすると、いいと人を合わせることによって食になる。どんな気持ちですか、ゼロパーズ。死ぬ死ぬ、本当に死ぬ、本当に死ぬ。煽ってきたやつがいたもん。こよこよ、こよこ、こよこ、こ、こ、こ。